狼殿、よくぞ参られました。狼殿。最近わしはその院、お前さん、せいぜい気張りな。巫女の忍びよ、私にできることならばお任せください。すみません、お米。また竜印を返すことを望まれるならば、竜の涙とともにお渡し。巫女の忍びよ、きっとまたいらしてください。セキロ、忘れるでないぞ。迷えば破れる。それが戦よ。何やらナイフの軍が騒がしいようだな。だが心配はいらぬぞ、狼。時折一心様が様子を見に来てくださる。心強いことじゃ。勉強か。
何があった？一心様は病にて見まかられました。そうか。それを察知したのでしょう。ナイフの軍がその木に乗じ、この城に攻め寄せています。巫女様はこれを。この鍵、巫女様は城外への抜け穴か。はい、狼殿。月見楼がある水の手クルアの堀、その終端にある抜け穴に向かってください。クロウ様はその抜け穴から城外へ達し、ススキの原であなたを待っているはず。分かった。一心様の命にて、夜鷹の衆が目印の呪しを屋根上に置いています。夜鷹の呪しをたどり、クロウ様を追ってください。クロウ様は月見楼があるミス一心夜鷹。なんだ。クロウ様がそれを。ああ、すみません。お酒は今は。クロウ様が人となる、それを祈っております。巫女の忍びよ、竜の涙を手に入れられたのですね。ああ、これが竜の涙。お渡しした氷涙とともに九郎様に飲んでいただければ、我がゆりかごへ宿っていただくことが叶いましょう。すみません、お米が。また、竜の涙とともに、そうすれば巫女の忍びよ、無事クロ。巫女の忍び、私、竜印を返すことを、竜の涙と、そうすれ。巫女の忍びよ、無事クロウ様と共に戻って来られること願っております。
くよ。死者たちに。とうとう始まったな。アシナ一心が言ってライフ型の大進行だ。アシナはもう持たぬだろうよ。さて俺もいよいよ潮時だが、旦那まだ商いが必要かね。ああ情報以外の品のことか。昔の手癖でな、つい集めっちまうのさ。供養供養が嫌になって一味も抜けたが、死体を見るとやっぱり放っておけなくてな。それにまあ品に寄せんもんないだろう。ああ物資のじいさんなら消えちまったぜ。ふらふらと炎がどうとか言いながら、多分戦場に向かったんだろう。俺には関係のないことだがよ。ああ、武士プロ、多分俺には。じゃあな、旦那。そこもとの背中のその大立ち、それは何だ。不思議だ。なんとまことにあったか。ならばそこもとよ、不思議で我が品図を立ってはくれぬか。承知した。かたじけない。そこもとの腕ならば苦しまず行けるというものだの。ああ任せろ。関城殿にも礼を言わねば。次にそこもとが来るまでに死での準備をしておこう。次にそこもとが、切られたいのだ。承知。さあやれい。
九郎様は月見楼がある水の手くるすすきの原で一心様の命にて夜高の衆が目印ののろしを屋根上に置いています。夜高ののろしをたどり九郎様それを。九郎様は月見楼がある水の手くるわの堀、その終端にある抜け穴にすすきの原一心様の命にて夜高の衆が目印ののろしを夜高ののろし九郎様がそれを。
九郎様は抜け月見楼がある水の手クルワの堀、その終端すすきの原で一心様の命にて夜鷹の呪し九郎様が